被災地のために日本からできることもあります。ただいまトルコとシリアの地震の災害の義援金を募集しております。昨日中区の大須商店街では商店街連盟や地元アイドル OSU が募金箱を手に練り歩き、シリアへの、ありがとうございます、赤いハッピー姿で募金を呼びかけると、道行く人が小銭やお札を次々に入れていました。小さい頃は映像が映るたびに何か締め付けられるようなもので、とにかく少しでも多くの人に助かってもらいたいですね。ちょっと距離はありますから、トルコというと、いやそれでも人間の営みはどこ行っても一緒だから。大須は結構トルコの料理屋さんやなんかもありますし、トルコ出身の方も多いんで、仲間を助ける感じになりますよね。仲間のためにと立ち上がった商店街。うちの店の中でもやってるけど、みんな入れてくれるよ。それぞれの店でも募金箱を置き、町全体で協力していました。こちらのネパール料理店でも、これトルコとシリアのなんとか募金ね、いっぱい入る。この子も入れたよ。あ、この子も入れた。この子も入れた。この子写真、顔見せて、こっち。この子も入れた。店長のレグミさん、2015年8000人を超える犠牲者が出た母国ネパールでの大地震を思い出し、いても立ってもいられなくなったといいます。だからさ、ちょっとキムチね、やっぱりすぐこれ作ってすぐ私やったんだよ。そうです、やっぱり日本人優しいね。大須商店街ってのはなかなかすごい、すごいよね、いろんな人来るしさ。ありがとうございます、ありがとうございます。商店街連盟によると、この土日で集まった募金は37万円ほど。今月末まで一部の店で募金を続け、来月総領事館を通じて被災地へと届けられる予定です。その総領事館は名古屋にあります。今日取材に行くと、一人のトルコ人男性が訪れていました。広島から来たヤシン・ヤボズさん。経営する英会話学校に通う生徒の保護者などから義援金を預かっていました。総領事館に寄せられるのはお金だけではありません。自然火災は誰でも予想できない。どの国に起こっても各国が集まって支援を見せているのは、心が動くっていうこちらですね。訪れた人が残していくメッセージ、被災地の人々を思い励ます言葉がノートに並んでいました。銀行振込で総領事館が受け付けている義援金、期限は無期限です。Japonya'da sürdüğünü görüyoruz. Herkese gösterdikleri duyarlılık için ben teşekkür ediyorum ve bu desteğin bir süre daha sürmesinden minnettar kalacağımızı yineliyorum.